いきましょう。手持ちの積むすべて紹介し終えるまで終わりません。続きましたランドールやってまいります。モンスターズインクよりですね、はい、彼に関しては初代モンスターズインクの悪役でございますね。まあ、姿形をね、いろんなその裏のやつにやって、だからカメレオンが死体みたいな感じなんですかね。うん、色を自由自在に変形すること、変形じゃねえや、変えることができるキャラなので、まあ、どこにいるかがわからない、正体不明みたいな感じになる、そんなツムでございますね。はい。なので、まあ、一気にその自分自身をこうやってパンと消してくれるんで、一時的にツムが4種類になるんですが、なんですよ。いまいちね、ポイントもね、稼ぎにくいですね。やっぱり4つになった程度だったらね、まとめてやっぱり消去してくれるツムとかと比べると、あんまりまあ見込むのはちょっと高得点とかね、見込むのは難しいキャラなんじゃないかなというふうには思いますけどね。うん、ただどうなんでしょうね、これまだ試したことがないんですけど、あれだよ、あの4つにするアイテムがあるじゃないですか。あれを使ってさらにランドールで消えると、もしかしたらとんでもなくね、あのさすがに3つになったらめちゃめちゃポイント稼げるかもしれないっていう可能性が秘めてますんでね。まあそういった使い方を本来するべき孤独で狙うなら積むなのかもしれないですけどね。うん、睨みますねえ。あんなずっと口をねにやー開けてたらね、絶対口の中乾燥してね、割と口臭は臭いと思いますよ、このキャラね。ポイント何の話だって。ちなみにね、どうでもいい話なんですけどね、あれですよ、口を開けて寝てる人いるじゃないですか。あれね、ほんとやめた方がいい。虫歯にもなりやすくなるし、口も臭くなりやすくなるし、なので鼻呼吸で寝ることっていうのをおすすめいたします。はい、ということでランドールはね、自分自身を消して積む数を減らすというスキルの持ち主でした。ということでまたお会いしましょう。次回ではまた。